はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、希望いただきましたデイビッド・ギルモアさんですかね、という方のサウンドをということでコメントいただいたためコメント返しです。はい、ただですね、私はこの方を全く存じ上げませんでした。もう大変失礼ながら。なので本当にいただいた URL そのままをですね、ちょっと耳コピーして弾いてみました。で、ちょっと今冒頭で弾いたのはギターソロ用で歪みをガンと無理やり上げてるので、基本的な音はこの感じの音。すいません、あまり弾けなくて0時を弾きましたけど、はい、こんな感じのサウンドが出せます。ギターソロでこれをオンにしていただいてもいいですし、このまま弾いても十分歪んでるのでいいと思いますが、弾きやすい方を使ってみてください。で、今回はポール・リード・スミスのですね、リードチャンネルを使っております。で、ギターがですねシングルだったので、10バンドグラフィックでシングル風のサウンドに変えております。はい、こんな感じですね。で、一個思ったのが、コーラス聞いてるのか分かんなかったんですけど、デチューン聞いてますかね、これ。ちょっと僕、その辺がよく分かんなかったんですけど、例えばこのブースターの手前にデュアルピッチを置いて、デチューンですね。ちょっとピッチをずらすというのをやっても、ぽくなるかもしれません。ちょっと弾いてみましょう。このようにですね、ちょっと科学的なというか、デュアル的なというか、まあコーラス感の出る感じのサウンドが作れますので、まあ好きな方をですね、いってみてください。では、全部案内していきます。まあ10バンドはいつも通り、この数値です。はい。で、デュアルピッチが、まず数字だけいっていきますね。0、プラス 3.8、0.2、10、0、0.4、0、10、50%、0、となっております。これデュアルピッチで、ブースター使う場合はティーマ、もっと落としてもいいな、これぐらいかな、ちょっと強いよな、これぐらいでいいですね。はい、ゲイン 1.8、 ベースカット5、トレブルカット5、クリッピングアップレベル 6.3 となっています。アーキタイプリードですかね、未だに分かんないですけど、はい、ドライブ 7.1、ベース 6.3、ミート 7.2、トレブル 6.6、プレゼンス 5.1、チャンネルボリューム 5.9、マスター 4.0、ここあまり上げすぎないでください。ズク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 、刻む場合はもっと上げてもいいんですけど、ギターソロで使う場合は、あんまりここ上げなくてもいいと思います。はい、サグ 5.0、ハム 5.0、リップル 5.0、バイアス 5.0、バイアス X 5.0、デプス 6.1 となっています。ここを逆に上げます。はい、という感じですね。で、ホライゾンゲートを一応入れています。入れないと、こう、さーっていう音が流れるんで気をつけましょう。で、一番最後は、パーアンパイアールの EL34 の1番。キャビネットは 4x12-1960T75 の、シングルですね。いつもの感じです。で、最後にヒロキモトアイアールを入れております。それでこの感じのサウンドですね。はい、こんな感じですね。ポール・リード・スミスはね、結構汎用性高いですよ。困ったから今回これっていうんじゃないんですけど、まあ一番音が近いかなと思ってこれを選びました。ポップなシーンにはなかなか使いにくいんですけど、まあヘビーロック、スラッシュ、まああのあたりだったらかなり使えるので、うん、皆さんも使ってみてください。例えばこれ、まあこれをなしにして、ここをドンシャリ気味にした場合どうなるのか。はい、こんな感じでもうかなり重たくなります。重いですよね。でも逆にミドルをグッと上げてこの辺を押さえていくと、これでチャンネルボリュームを、はい、これでドライブを、ほら結構聞きやすいサウンドにもなると。これ面白いですよね。このアンプ汎用性が高いです、非常に。デフォルトの状態にすると、ほらメロコア的なサウンドにもなると。
面白いアンプなんですよね。結構、うん、使い勝手いいんで皆さんも使ってみてください。デイビッド・ギルモアさんのサウンドに関しては以上でございます。まあ、なかなかね、普段聞き慣れない音楽をコピーするっていうのはなかなか難しいところではありますが、まあでも結構近い音になってるんじゃないかなと思いますよ。いろんな動画と聞き比べてみていただければと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。